れるのにすごい恥ずかしそうにしてました。オッケー。思ったより酸っぱいです。なかなか日本では食べられないような味じゃないんですかね。結構甘いと思ったらかなり酸っぱくて独自の味という感じでめちゃめちゃ美味しいです。 And you also very cute today. Thank you. And how can you keep your beauty? How can you keep? I just sleep. You sleep? Yeah, I sleep more. And eat like good food, like a healthy food. Okay. Yeah. Sometimes I go to gym too. You go to gym too? Yeah. You like a very healthy. Why is that? Your skin is very transparent. Like a very beautiful. Because I use a good skincare. Okay. Yeah. And how long are you sleep per day? 8 hours. 8 hours, that's yeah. good. And what time you sleep and wake like, up? 11 p.m. 11? I yeah. think you sleep more late. Yes, sometimes, yeah, but that's usually I sleep. Okay, yeah. And wake up morning. Yes, wake up morning and drink water. Drink water? Yeah. For the morning, that is. Yeah. Why is that your skin is like this? Thank you. And go to the gym sometime. Yes. Do you like exercise? Yeah, Thank you very much. こんな感じで、おーちゃんのローカル案内ナビゲートデートですね。いや、めちゃめちゃ楽しいです。言葉を喋らなくてもお互いに気使ってすごく優しくできるし、いい関係だと思います。そして疲れず離れずで、なかなか彼女まで持っていくのはまだ難しいですね。この子まだまだめちゃめちゃ若いので、いろんな経験をしたいのかもしれません。そして建物が本当に中華だけと思ったら、これはタイなんですかね、ヨーロッパなんですかね。こんな感じでいろんな風景が広がっていますね。そして、今日は青空ですね。天気予報では雨だったんですけど、今日2人でどうしようか行くと言ってたんですけど、一緒に MRT に乗ってきた甲斐がありますね。ホテルでダラダラしてよと言ってたんですけど、思い切って外に出た甲斐がありますね。すごいいいデート日和です。おーちゃんも、行く前までは、めんどくさいな、ダラダラしてよと言ったんですけど、出たら出たですごい楽しそうです。そして、やっぱり、女の子もいいんですけど、景色もいいですね。タイはこういうところがすごいいいです。このカメラの前とはまた別人のおーちゃんも打ち解けてきたら見せれるかと思います。 Oh, thank you very much for coming today. And how about this area? How do you feel? Good. It's good? Okay. Yeah. そしてタイ料理美味しいんですけど、こういう風景もやっぱり、日本では見られないですね。チキンがドカッと売ってて、これも、ラーメン。そしてラーメンもあるんですけど、ここは値段も安いですね。こんな感じで、なんというか姉御肌もあるという感じなんですかね。それとも多分おーちゃん姉御肌ではなくて、めちゃめちゃしっかりしているので、全てのことをコントロールしてくれるというか、いい風にデートとかもナビゲートしてくれますね。ちょっと若いのに信じられないぐらい頭がいいです。多分ここがタラートノイの観光地としてはメインのところなんでしょうかね。アートギャラリー僕大好きなんですよね。普通のアートも好きですけど、こういうところはめちゃめちゃ見てても楽しいですね。そしてそれを一緒に歩ける女の子がこの子です。めちゃめちゃ最高です。いや、街中こんな大都会にこんな場所があるの信じられないですね。本当に異国に来たみたいです。ここだけ床のタイルも全然違って雰囲気がありますね。そしてこっちには謎のモニュメントらしきものもあったりします。大都会の中で異次元です。そして目の前には高層ビルで、すぐそこにチャオプラヤー側も見えてますね。そしてこんな風にバタフライピーとかを干してますね。まさにナチュラルの素敵な場所ですね。このエリアにゲストハウスとかいっぱいあってもいいんですけど、ホテルとかは少なそうで、カフェとかが多いですね。こんな感じで、デートスポットに使いやすいと思います。はい、ということで帰ろうと思ってたんですけど、おーちゃんがまたカフェに行きたいと言って、カフェに来てますね。こんな可愛い感じで可愛すぎですね。猫語を喋っているおーちゃんです。
や本当にこの子とデートしていると最高に楽しいです。こんな感じで可愛らしい一面も見せてくれてます。サリカそこは可愛らしいおばあさま、お姉さまが経営しているカフェですね、うん、このカラトのこういうところが珍しくないみたいです。What do you want? I'm okay. はい、ということで飲み物が来ました。 Oh, what is this one? Ice lemon. Ice lemon tea? Okay, let's go back. いつもは僕、田舎にいるんですけど、こういう都会に来て、うん、都会の女の子と都会のデートもすごいいいですね。 Okay.そして今キャップを取ってくれてるんですけど、やっぱり髪の毛もめちゃめちゃ綺麗ですね。サラサラの黒髪ロングで、うん、そしてツヤツヤですね。さっきも美の秘訣について聞いてたんですけど、多分めちゃめちゃ手入れとかしてると思いますね。 Excuse me, sorry、okay、こんな感じで、うん、触れ合いとかも多くなってきて、うん、あっちもちょっと服とか汚れたり緩んでたら直してくれたり、すごい、うん、体の距離も近くなってきていますね。こういうのもすごいですね。そしてメインロードに来ましたね、うん、またバンコクの喧騒に戻ってきたという感じです。